今ねクリスマスシーズンだからここにいっぱいツリーとリースが飾ってありますね。めちゃめちゃ可愛い、手作り感。あー天気がねあれだから対岸、本当だったら対岸にアルプスの山々が見えるんですけど、ちょっと今日は難しいかな。でもなんか冬にモルジュに来たのが初めてなので、これはこれで可愛いですね、クリスマスの飾りが。うんうん、モルジュはこのモルジュ城の中で、クリスマスマーケットがあるみたいなので、ここに行ってみたいと思います。いいかな、ここなんか大砲みたい、ちっちゃい大砲みたいな、ちっちゃい大砲が、すごいこの敷地内でクリスマスマーケットっていいですね。覗いてみます。全体図はこんな感じみたいですね。このフードコートがもう大人気でいっぱい人がいます。1店舗目はスイスのコンフィチュージャムですね。すごいお城の中に入れますね。ねえ前入れなかった？面白い。すごいね。こんな中にお店があるなんて。アーモンドチョコレート買ってみました。すごいお城の中庭に来てます。かっこいいね。
Allez, mettez vous tous ensemble, ça fait une photo tous ensemble. Et bisous. Bah, je sais pas, on peut lui demander vite fait. モルジュのメインの教会です。ここのね、メインの通りの真ん中に教会が見えて、この商店街が中心なんですが、すごい雰囲気が良くて大好きな通りです。オードリー・ヘップバーンが通ったというカフェです。かわいい。銅像が飾られてるところに行きたいと思います。オードリー・ヘップバーンパビリオンです。そしてなんと係の方からパネトーネをいただいてしまいました。嬉しい。早速帰ったら食べたいと思います。
広場のすぐ隣にはトロシュナ・オグル・ヘプバーンっていう名前のバス停があります。こちらですね。今はもうこれ別の方が所有してるので外観からしか見れませんが、素敵なお家です。で、ここにプレートがあって、オードリー・ヘップバーンがここに1993年まで住んでたというプレートがここにあります。昨日モルジュで、あ、シュトーレンを食べてみたいと思います。